はい、皆さんこんにちは。知識は一流、トークは二流、人気は三流、恵まれない天才、斉藤蛇蔵チャンネルです。ですね、今日もですね、輪島のお話、元輪島夫人の中島さつきさんがお話をされていきます。さあ、今日はですね、ちょっと面白いですよ。八百長の原始に流用というところを話していきたいと思います。八百長の原始に流用、輪島はこう言いました。飲み代だけじゃないんだ。相撲のことでも使ったんだよ。相撲のこととは、教会内での交際費のことなどではありません。私にはピンときました。そう、八百長相撲の生産に使ったのです。輪島が注射、各界の隠語で八百長のことをしているという噂は、なんとなく耳に入っていました。特に当時の輪島は、押し相撲が得意な某巨漢力士、高見山とは合い口が悪く、その巨体に壊されるんじゃないかと怯え、真剣勝負ではなかなか勝てなかったようです。支度部屋でお得意様と陰口を叩かれるくらい苦手としていたようです。このため、その力士との注射の星は買い取りだけではなく、取り組みにかけられた懸賞金すべても渡していたとも耳にしました。私たちの前で背中を丸め、決まり悪そうに告白をする輪島を見て、やっぱりかと落胆しつつ、星を買うために使ったお金が返ってくるはずもなく、私はやりきれなさにため息しか出ませんでした。父はかつて教会の先頭に立ち、こうした不正相撲に睨みを利かせていました。日本相撲協会が相撲競技観察委員会を新設し、その初代委員長として父が就任したのが1972年1月のことです。63年に石原慎太郎さんが当時の横綱対決を八百長だと断じて問題になって以来、土俵をめぐる世間の目は年とともに厳しさを増しており、協会は観察制度を導入することによって組織の自浄効果を世に示したかったのです。父にその最初の責任者として白羽の矢が立ったのも、父の勝負にかける精錬さと力士に睨みが利く実力者ゆえです。それなのに、あろうことか、その弟子が大金を投じて星を買っていたというのですから、戦下の父の嘆きが聞こえるようでした。あいつは稽古をすればもっと強くなるのにな。常々父が輪島についてこうぼやいていたことを今更ながら痛感しました。輪島と先方の金融機関の弁護士が相対したのは1985年9月13日、秋場所6日目のこと。会合場所となったのは、その年の1月に落成したばかりの新両国国技館内の相撲協会応接室です。すでに10人の理事は輪島の不始末を協会全体の危機として共有していますから、会合場所が国技館でも異を唱える者は誰もいないでしょう。それどころか、その立ち会い人として協会理事長に次ぐ事業部長の二子山親方以下、花籠一門の時和山、音羽山、放駒の4親方衆が同席していたのです。この場で交わされた書面は4通、新たな担保差入証、譲渡証書のほかに、輪島が私とママ母に名跡の処分を委ねると誓約した委任状が2通です。委任状、私は中島富、中島さつきを代理人と定め、次の事項を委任します。花籠名跡売却に関する一切の権限委任します。昭和60年9月13日、委任者輪島博士。相撲協会と私たちが対応を急いでいたのは、相撲茶屋輪島の経営破綻が目前に迫っていたからです。倒産してしまってからでは、名跡証書が金融屋に渡り、これらの書面は世に出てしまいます。何としてもそれを阻止するために、双子山親方らと私たちは動いていたのです。そこでママ母は父の遺産から4000万円を搬出し、担保差入証、譲渡証書、委任状のすべてを回収することにしようと決めたのです。博多入りを目前に控えた85年10月のこと、相手が待つのは東京駅前の八重洲富士屋ホテルです。ママ母と輪島の2人が現金を持ってそこへ出向き、証文の原本を取り戻してきたのです。これで当面の危機は脱したものと、この時はひとまず胸をなで下ろしましたが、
事態はそれで済まなかったのです。回収したはずの証文類はコピーされており、それがマスコミに流出したのです。そしてそれを入手した週刊誌によって巨額負債の担保として年寄り名跡が差し出されたという相撲史上例に見ない醜聞の一部始終が暴露されてしまったのです。元横綱輪島の引き起こした大スキャンダルに世間は大騒ぎとなりました、ということです。さあ、どん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 ですね、ことの真相が、明らかになってきます。次はですね、藤山甘美と佐川清ということですね。今日は、八百長に原資が使われていたということが、うっすらと出てきました。ここからはですね、藤山甘美と佐川清との話をしたり、輪島が自殺、ね、双子山親方との対決、母と娘はなさぬ仲、番外の人、号泣の輪島、ママ母の自殺、リングサイドにも取り立て、新たな谷町で夜遊び再開とかですね、まあ、やっぱりろくでなしはろくでなしというお話が続いていくと思います。さてさてですね、今日は何があったのかなと言いますと、まあ、やっぱりあれですね、7月14日からとうとう相撲協会はですね、何ですか、この7月19日から始まる、7月場所のですね、チケットを売りに出した、合計約2500人、ただ2500枚と言ってもですね、もうほとんど大半がお茶屋に配っているでしょう。1階の末席はね、4人座るとこ1人で見るというですね、これもなかなか見ものですよ。椅子の方は、間を空けて縦は1つ空いて、だから1列目3列目5列目と座って、間に 2列目4列目は1つ空けて、それで椅子の間隔、横の椅子の間隔は3つぐらい空けるっていう話ですね。ですからもう今までだとですね、私なんかマスに行って座ったら横に家内がいるという、そういう風景ではもうないですね。それと相撲取りの方があれですね、支度部屋が、幕内の支度部屋は地下のいつもの支度部屋なんですが、マスクをして、各一人一人、仕切りの、シールドですね、置かれて、準備運動はマスク、花道もマスク、そして土俵に上がる時にはマスクを外し、そして相撲が終わったら新しいマスクに付け替える、お風呂は入らないでシャワーのみ、国技館外での出入り入り待ちは禁止、観客は、拍手はするけど声は出すな、お酒は飲むな、飲食禁止という、ただ黙ってみろ、そして入場がですね、普段の場所だと朝8時からなんですよ。序の口の取り敵からのどうでもいいような一番を見て笑うっていうのがなくてですね、13時、お昼の13時からの入場、しかもですね、再入場は今回は認めないということになっているそうです。あとですね、力士にとっては力水はエアー力水、力水飲むなとか、あとは何なんでしょう、もう随分ね、いろんなルール入ってますね、ガイドライン。ただね、そこまでしてやらなきゃダメなのかっていうですね、話をですね、昨日ですね、私も職場から家に帰ってきて、家内とですね、笑いながら話してたんです。大丈夫かなって。そもそもね、うちの金がね、びっくりしたんですよ、一番最初。僕はね、まだね、あの日のね、あれだったんですよね。確か先週、13日か、13日のね、夕方はね、まだ私ちょっとね、帰宅途中だったんです、職場から。
そう言われましたらね、うちの家内からメールが入りましてね、お父さんなんか相撲やるって言って、いつものようにね、相撲協会から私のところにメールが来て、チケット買ってくださいって入ってきましたよって、お父さんどうするんですかって言うから、買うなって、そんなもん今回ってあいつらって。何って言って、あいつらのなんか買う必要ないって言ったら、いやいや、お父さん、斉藤先生に買ってくださいって入ってますよって言うから、いや、ちょっと待ってって、それ本当かって、やるのかって言って、ちょっと私もスマホでパパッと調べたら、相撲協会要観客でやるということに書いてました。それはどうするのっていうことになりましてね。ちょっと考えるって、返信しとけっていうふうにやりまして、ただ僕が考えたのは、ちょっとそれ無理だなということになりました。その後ちょっと私もですね、家に帰ってきて家内と話して、行くの？って言うから、うちの家内も行きたくないと、僕も行きたくないと、そんなクラスター箱ですからね、それはちょっと大人のやることじゃないと。っていうのは、大人っていうのは自分の責任が負えるから、負えることをして、何かしら間違いがあって責任を負えるから、大人は責任を負うわけだって。大人はですね、責任の負えないことをしてはいけないんじゃないのかなというふうに私は思ってますので、今回は今ちょっと思案中です。言ってしまったら、今度周りの人に迷惑かけますからね、何かクラスターを起こしている時ですね。それとやっぱり、もう今回はですね、やっぱり私が今調べているのは、相撲協会の黒幕は誰なんだと。相撲協会を動かしているのは、いいですか、相撲協会を本当に動かしている悪い人ってのは絶対に顔出さないですよ。私もね、前回のあれで、今回の興行を動かしているのは、非常識なね、朝鮮ヤクザがやってるんじゃないかということですけども、もっとね、悪い人がいるんじゃないのかなと。じゃあ、それは森喜朗さんって、でも森喜朗さん顔出しますよね。もっともっと悪い人。相撲協会の人の考えではないような気がします。後ろ盾、黒幕が、バックがお客さんを入れろとの一言で動いたような、そんな気がしますね。それと、相撲協会が客離れが怖い、この二者択一がお客さんを入れたんでしょうね。それと、前もお話ししましたけど、相撲協会っていうのは、これだけ場所をやらなくなると、忘れられる、人が呼べなくなったから焦ってきて、今回は始めるんではないのかなと。あと、相撲協会っていうのはね、収支を見ますと、内部留保400億円持っていると。ただ、本当に電子工事で出している内部留保金の400円は本当にあるのかなと。まず、本当はお金ないんじゃないと。もう朝鮮人とかあっちの方とかにお金握られちゃってて、お金ないんじゃないって。ないからどっしり構えてられなくて、どうしてもやらなきゃならないんじゃないっていう。何かこう、彼らの顔を見てると、焦燥感というか、逼迫感というか、400億円、内部留保400万円、いや、400億円持っている、余裕がないんですよね。普通、内部留保しっかり持ったら、もう余裕あって、
例えば2011年八百長がバレた時、あの時は400億もまだ持ってなかったですよ。200億ちょっとぐらいだったですよ、内部留保って。その時にあの当時の元大関解決の放駒理事長は相撲の事務方に全部調べろと、内部留保いくら持ってるんだと、200何がしぐらいに億ぐらいですと、よしと、1年半興行を打たなくても大丈夫なんだなと、大丈夫ですと、それであれば、八百長というものが全て解明するまで興行は打たんと、もうカツカツになるまで徹底して調べ上げるって言ったんですが、今回はそんなことないですね。もうすぐお金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 って、このね、非常事態に非常識をするというですね、この相撲協会。いやあ、私はですね、誰が相撲協会にやっているのかなと、見ているんですね。麻生太郎かな、麻生グループがお金を欲しくしてるかな、環境事業で水事業をフランスに売ってみたり、それか亡くなった安倍日健総理、大石寺の安倍日健総理の弟子の小車親方ちゃんが何としてでも悪さをしているのか。まあ私はモランボンをはじめ朝鮮総連あたりがやっているということなんじゃないのかなということで、私は見ています。まあ、大体こんな無理して無理をさせて日本人なんか死んじゃってもいいやってやるのは大体朝鮮の人たちですよね。純粋な日本人なんかもう揃ってませんから、相撲の周りにはね。それはもう谷町の懸賞金出している企業を見たら分かりますでしょ。普通のもう日本の会社ないですよね。見たことない会社、白鵬ちゃんのあの出てくるヘルスだとかなんとかってあれみんな在日企業ですからね。日本人の企業なんかないんですよ、まともな、昔と違ってね。だからかなり朝鮮とかに握られている、在日朝鮮企業に握られている、そういう遊興企業っていうんですか、レジャー産業とかに握られているという相撲協会の、今の現実の姿です。お客様は相撲をしている時に力士を見るのも結構ですが、あの出されている懸賞金をよーく見て、そしてその企業をホームページ等で調べてみてください。どれだけ在日企業だということが絡まれているか、入り込まれているか、相撲協会が在日企業に握られているか、朝鮮総連に握られているかということを、ご存知いただけたらと思います。さてと、つらつらと話しているうちに、終わってしまうというか、今日もいい時間が来てしまいましたね。まあ、この放送を、この動画を流していますと、相撲好きな人っていうのは私の支援者なんて、私の支援者っていうのは 2,3 人しかいないんですね。あと残るはみんなの私をですね、この野郎と思っている方が見ているみたいですね。人数少ないのに。以前はね、いっぱいいらっしゃったんですけども、あの私は人気がないそうです。もう、いいんだそうです。私のこと一回チャンネルバンしたからもういいんだそうです。あ、でもまたそのうちね、元大鳴門親方のね、八百長でも読んでやりましょうか、中本の板井さんの中本でも読んで、またもう一回聞き直しますか。それでは、斉藤蛇蔵チャンネル、僕のお相撲日記リボン、今朝の講義はこれにて終了、各自解散。予習復習したい方は戻ってくるもよし、戻ってこない人、いや本当に戻ってこなくて結構です。さあ、斉藤蛇蔵チャンネル、僕のお相撲日記リボン、これにて終了。パヨパヨチーンということで、皆さんごきげんよう。